ドリームジャーニー、ドリームジャーニー、こう、は、日本、中央競馬の競争馬、シュ馬バである。主な勝ち倉は2006年の朝日杯、フューチュリティステークス、2009年の宝塚記念、有馬記念。馬名の意味は、夢のような旅路で、父、ステーゴールドの香港表記が、と表されることからの連想。2011年のボバクラシック3冠馬、オルフェーブルは全弟。 2歳の夏に、新潟競馬場の新馬戦で、エビダーマ・サヨシを安城にデビューして初勝利を挙げると、自走の不要ステークスで2勝目を挙げた。初の重賞参戦となった、東京スポーツ杯2歳ステークスでは出遅れやかかる、癖が響き、不さ地方王の3着に敗れた。朝日杯フューチュリティステークスでは、出遅れたものの最後方から直線で一気に束を抜き去り優勝した。 同競争の歴代優勝馬で、最も軽い馬体重、416kg での優勝となった。体型は小柄で、直線で鋭い足を使う馬であり、2歳児の4戦とも、出走メンバー中最速上がりを記録した。朝日杯フューチュリティステークスを制覇したことが評価され、2006年の JRA 賞で最優秀2歳母馬に選出された。3歳の初戦は、 弥生賞から、新山記念を買った、アドマイヤオーラに続く2番人気になった。レースは、中段から進み、最後の直線で伸びてくるも、進路を妨害される不利を受けたことも影響し、3着に、敗れた。サツ賞では8着に敗れ、続く第74回東京優秀では、直線で鋭い伸び足を見せたものの5着に敗れ、休養に入った。秋は、 神戸新聞杯から指導し、父のステイゴールドや母の父のメジロマックイーンにも、騎乗経験がある、竹豊に乗り換わっての出走となった。レースでは、スタートから後方に位置すると、最後の直線では前を行く馬をまとめて後方から、差し切り、重勝2勝目を収めた。続いて、第68回結果賞に2番人気で出走。道中は、最後方から進み、 参コーナーあたりから進出を開始するものの、直線では前を行く馬を捉えることができず5着に敗れた。なお、第1希望で、香港バーズ第2希望で、香港カップに予備登録を行っていたが、馬インフルエンザの影響で、検疫期間が1ヶ月かかることから10月23日に回避することが発表された。喫下賞後は、グリーンウッドトレーニングへ、 短期放牧に出され、気球後に、ナルオ記念に出走。初の単勝一番人気に支持されるものの、直線で伸びきれず発着に敗れた。レース後の12月11日に島上牧場経由で、グリーンウッドにリフレッシュ放牧に出された。4月4日に立東トレーニングセンターへ気球し、マイラーズカップで復帰。しかしスタートで出遅れ、14着。次走は、安田記念に、 池添健一の騎乗で出走するが10着だった。8月3日の小倉記念、当初は竹豊騎乗を予定していたが、非常停止になったため、池添健一が再び手綱を取った。レースは、最後の直線に出たところで先に抜け出した大進路を捉え、神戸新聞杯以来の勝利を飾った。秋競馬の初戦は9月15日の朝日、チャレンジカップを選び、 東方アランを3、4馬身を抑えて、重賞連勝を飾り、秋の天皇賞へ向けて、ースタートを切る。しかし、秋の天皇賞では10着だった。12月28日の第53回、有馬記念では4着だった。2009年は1月25日のアメリカジョッキークラブカップから始動、一番人気に支持されるも、直線では伸びず8着に敗れた。 中山記念では直線鋭く伸びるも、前を行くカンパニーをわずかに捉えられず2着に敗れた。3K 大阪杯では3番人気に支持され、最終直線の2ハロンで先頭に立つと、1番人気のディープスカイトの追い比べを制し、重賞5勝目を挙げた。その後は、春の大目標として、金社地賞を挟み、宝塚記念を目指す予定だったが、 状態が良いことから急遽天皇賞、春への参戦を決める。レースは、菊花賞以来久々の長距離レースとなったが、先行勢が潰れるという展開から、最終直線で大外から鋭く伸びて三着に入った。6月28日、春の大目標であった宝塚記念では、ディープスカイが、 単勝1.6倍の圧倒的一番人気に押される一強ムードの中二番人気で出走。レースはコスモバルクが大逃げを打つ中で中団体奇策を取り、最後の直線で抜け出すとディープスカイ、桜目がワンダーらの追走を振り切り優勝。二年半ぶりの GI 競争制覇を果たした。休養を挟み、9月27日のオールカマーでは一番人気に支持され、 レースでは、中段追走から、最後の直線で追い上げてくるも逃げる祭りだごっほを、捉えることができずに着に敗れた。11月1日の天皇賞、秋では、ウォッカ、シンゲンオー王ンブルースリーに次ぐ4番人気で出走。最高峰あたりからレースを進めたが、0.8秒差の6着に、敗れた。12月27日、第54回、有馬記念。 グランプリに出走。最初の900メートルが52.2秒のハイペースで、逃げる中、最後肩待機策から徐々に進出し、直線でブエナビースタを外からかわして優勝。七ステイゴールド、ボフメジロ・マック・イーンが共に敗れていた競争を制した。なお、春秋のグランプリ制覇は、グレード制度導入以降、稲荷湾、1989年、メジロ・パーマー。 1992年、グラスワンダー。1999年、テームオペラ王。2000年、ディープインパクト。2006年に続いて6頭目となった。出走時馬体重 426kg は2006年、ディープインパクトの 438kg を下回り、グレード制導入以降では最も軽い優勝馬となった。また、管理調教師の池江ことぶきの父。 池系やスローもディープインパクトで、春秋グランプリを制覇しており、史上初の春秋グランプリ親子調教師制覇となった。春秋グランプリ制覇が評価され、この年の JRA 賞最優秀4歳以上ボバに選出された。2月20日の京都記念から始動。集団のやや後ろからレースを進め、直線でじわじわと据え、足を伸ばすもののブエナビスタの3着に敗れた。 4月4日の三景大阪杯では、単勝1.2倍の圧倒的一番人気で出走。スタートで出遅れて後方からレースを進め、4コーナーでまくり気味に進出して、直線で大外から追い上げたが後位から抜け出し、テームアンコールを捉えきれず三着に敗れた。その後は、天皇賞、春を目指していたが、4月24日の朝の、追い切り後に、右前足の急接に、 晴れが見られたため、大事を取って回避することになった。骨や剣に異常はなかったため症状は軽かったという。その後、連覇がかかった6月27日の宝塚記念に4番人気で、出走、道中後方からレースを進め最後の直線で、懸命に追い込んでくるも届か4着に敗れた。秋初戦は9月26日のオールカマーに出走。 スタートで出遅れるも徐々にポジションを上げ、最後の直線で追い上げるも、信玄の2着だった。その後、出走予定であった秋の天皇賞を客部不安で回避した。12月26日の第55回、有馬記念ではスタートで出遅れ、そのまま後方でレースを進めたが、スローペースの中13着と大敗した。2011年4月3日の大阪杯で始動。 出遅れて後方からレースを進めたが、ミッキードリームとの急着到着に敗れた。その後、6月26日の宝塚記念に出走、スタートで出遅れ後方でレースを進めたが10着と、大敗した。このレースを最後に6月30日付で、競争は登録を抹消し7月7日にヤシロ台、スタリオンステーションに到着。引退式は9月19日に、札幌競馬場で行われ、 八代大スタリオンステーションで種ボバとなった。初年度の種付け量は200万円。初年度産区は2015年にデビュー。また、前後塔とのオルフェーブルが種ボバ入りすると、本場は大体種ボバとしての需要も見込んでいる。2012年より種ボバ生活に入る。初年度は95頭となかなかの種付け数を集めた、ものの小柄な体が災いして、 種付けが下手という欠点があり、競争馬として登録された馬は36頭にとどまった。その後も50頭から70頭の種付けを集めていた。ものの2016年には、種付けシーズン途中に骨折事故を起こして、種付け数が激減した。2017年の春日詰賞を、ドリームズライン、ボフクロフネが制して、3区発重賞制覇となった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。